はい、こんにちは、ゆうです。ということで今回はですね、山梨県の伊沢温泉の方に日帰りで行ってきました。これはですね、 JR 八王子駅になります。特急列車のね、開示号に乗って行きました。だいたい八王子から特急列車に乗って、まあ、1時間ほどで着きますね。はい、まあ、普通列車だとね、かなりかかってしまうんですけどね、今回は日帰りということでね、特急列車に、課金しました。はい、こんな感じでね、今発車しましたね。まあ、電車の中では景色見たりね、本読んだりしてましたね。そしたらあっという間にね、1時間はね、過ぎていきました。結構普段ね、あんまり見ることのないね、もう山に囲まれたような景色になってくるので、途中からね、非常に面白いなと思いますね。はい、まあ八王子のところはね、まだこんな感じで住宅とかもあるんだけど、まあ、高を越えてくるとね、まあ、どんどん田舎の方になっていくって感じです。で、伊沢温泉駅に着きましたね。駅前のね、その改札前はこんな感じです。はい、まあ、平日のね、昼間なんで人全然いませんね。はい、でこんな感じでね、街を見渡せますね。駅前にはね、あの旅館が結構あります。で、こんな感じで伊沢温泉ね、結構綺麗な駅ですね。うん、すごいね、あの綺麗な駅前だなと思いました。で、こんな感じで足湯もあるので、まあよくね、熱海とかにもね、足湯あるじゃないですか。まあ温泉街とかね、温泉がある、ね、駅前っていうのは結構足湯が多いので、はい、一人でね、足湯を満喫してました。で、ここですね、漢方の宿、ここでね、ご飯食べて温泉に入りました。で、中庭がめちゃくちゃ綺麗で、まあ、こんな感じでね、ほんとめちゃくちゃ落ち着くんですよね。そう、池にはね、あの鯉がたくさんいて、すごいなんか落ち着いてますね。うん、僕こういうね、景色すごい好きなんで、いいなって思います。はい、これをね、見ながら食事をしました。で、こんな感じで今日の食事はね、ほうとうです。はい、これね、ほうとうにご飯もあってね、めちゃくちゃ量多くて、もうすっごいうまかった。で、これはですね、入った温泉ですね。さすがに中はね、撮ることができなかったので、これはホームページからね、ちょっと撮ってきたものなんですけど、中はめちゃくちゃ広くてね、綺麗なね、あの内装なんですけどね、もう一人で貸し切り状態でしたね。やっぱ平日の昼間なんで全然人はいませんでした。はい、で、外風呂の方にもね、入ってきたんですけど、これもね、また綺麗で、もう外もね、あの開放感があって、非常にね、気持ちよかったです。はい、なんだかんだね、あの長く入ってましたね。そう、サウナとかはね、ないんですけどね、まあ、温泉が結構ね、広くて、あの充実しているのでいいかなって思いました。はい、で、この後ですね、マッサージ機を使いながらね、まあ体をほぐして抹茶ラテを飲みましたね。はい、で、伊沢温泉駅に戻ってね、帰りの特急券をね、と乗車券を買います。まあ行きは八王子でね、行ったんですけど、まあ、帰りはちょっとね、帰り方変えようかなと思うことでね、立川で一回降りることにして、まあ、立川までの乗車券と特急券を買いました。はい、久々にね、これ使いましたね。うん、切符を買うってことはあんまないのでね、最近ね。乗車券、こんな感じで、まあ結構簡単なんですけどね。乗車券と特急券を買って、そしてね、電車を待ってる状態ですね。はい、まあ、大体駅ね、その電車来る15分ぐらい前に僕来たので、ちょっと時間が余ってたんですけどね、僕がね、乗る特急列車の前に普通列車が来たので、それだけちょっと撮影しました。これには乗らなかったです。はい、この211系ね、長野市もね、 N ゲージすごい欲しいんですよね、鉄道模型。ちょっとお金が貯まったら買おうかなと思います。で、この後の電車になりますね。はい、今度こそ乗る列車ですね。はい、この列車に乗って立川まで行きます。帰りもなんだかんだ言ってね、あっという間でしたね。うん、で、帰りはまあ東急のね、この本を読んでたっていうのもあるんですけどね、うん、この本面白いんでね、はい、もし気になった方ね、買ってみてください。で、途中でね、雨が降ってきました。はい、山梨県内で急にね、雨が降ってきましたね。うん、あの東京入った頃には、ね、全然ね、止んでたんですけどね。ということで今回は以上になります。